ライダー。相変わらず悪どい商売やってるな。おう、今すれ違ったプレイヤー肩を落として帰ってったぞ。バカ言え、さっきの兄ちゃんはちゃん納得ねえ。そのいかつい形相と巨体容姿だって立派な商売道具だろうが。で今日は何の用だ。まあ買い取りを頼む。これなんだけどいくらくらいつきそうだ。任せとけ。おう、エリル。な、クラインか。なんか。ああ、こないだクエストをこなして。レアアイテムでもドロップして。レアといえばレアなんだろうけどな。宝箱。普通宝箱って。そうなんだけどよ。こいつだけはなぜか。そんなこともあるんだな。それがよ。だそれ中身がわからない。やっぱりそうだよな。これじゃそう。いや待てよ、そういやスプリガンって。まあそうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は。いや無理だろ、そんなスキル。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだな。そなあ、この宝箱を買っ、うん、パーティー組んでた奴らと一緒に。そこで相談なんだが。俺が頼む、もう一回だけ探してんだ。分かったよ。おお、その代わり鍵を見つけて宝箱を開けられ。結構持ってるな。半分にできないものだったら俺がちゃっかりしてるな。それじゃあ準備ができたら呼んでくれ。俺はいつでもいいからよ。うん、分かった。クライン、準備できたぞ。おうよ、それじゃ。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。探しても見つからなかったってことは。なるほど、前に来た時は雑魚しか倒してねえからどっかに特殊な。その可能性もあるな。おう、てっ。他のモンスターとは違う雰囲気だ。そりゃあいつなあ足りねえだ。しまった、てい、任せてくれ。しまった、はっ、そりゃこのくらいは大丈夫だ。てい、なんの罠が切れたのか。これで決めてやる。しまった、おっと、気をつけねえとな。テイク、おりゃ、テイク、よし、クエストクリア。しゃあ、見たか俺様の実力。よ
よっしゃ。おい、鍵じゃねえか。助かっ。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかし、たまにはやろう。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組み上がるからな。俺にも一人くらいは。なんだか知らねえけど、全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たら、みんな見直すと思うけど。だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。タビよ、なんで俺の魅力が伝わる。みんな口に出さないけど、クラインが仲間思いのいいやつ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中で、みんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だ。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても、俺はアスナを選ぶな。えいえい、相思相愛ベタボロですか。それじゃあ目的は。せっかくだからエギリにも自慢。エギリと、ぼーっとしてると置いてくぞ。どい。おう、キリタとクラインじゃねえか。お目当てのものは手に入ったのか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は。いや、まだだ。エギルも中身が気になるだろ。よし、それじゃあ早速宝箱行くぞ。心の準備はいいな。いいぜ。鍵が回った。これはなんだ。これ写真集。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たち。袋閉じのタイトルみたい。ったく、このゲームレーティングいくつだっての。入手困難とはいえ、こんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて、早速中身を拝見。うわー、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。わ、半端ねえぞこれ。そりゃそうだろ、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、よかったな。次は水着か。あいや、ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるなら、そうなのかもな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろう。男に必要なのはな、熱意なんだよ、熱意。一応苦労して手に入れた中身だし、もらっておくよ、一応な。頑張れよ。キリトは違う方向に精を出そうとしてるな。お、誰か来たみたいだ。アスナ、ユイちゃん、いらっしゃい。で、またこのタイミングで。3人で何してるの？あ、いや、大したことじゃないんだ。ん？背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ？怪しい。ねえ、キリト君、何を隠してるのかな？だから別に。え？好きあり。何これ。
写真集か何か？ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。アスナさん、まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。はい。ママ、顔は笑ってるのに、なんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。きっと誤解してるよ。まあ、キリト君、男の子ってことだな。暗い！余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで。ここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。